こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、秋の取り入れるだけでほんのり今っぽく見える大人のちょいトレンドアイテム5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕の普段の動画の中では結構ベーシックで定番的なアイテムをご紹介することが多いかなと思うんですね。まあ、例えば秋だったらステンカラーコートだとか丸首のニットだとかブラックのイージーパンツですとか白レザースニーカーだとか、まあ、このあたりは使い勝手がいいのは間違いないんですが、定番的なのでもうちょっとこう今っぽさだとか新鮮な気分になるようなものを取り入れたいなという方も少なくないかなと思うんですね。まあ、そんな時に今回ご紹介する5点のアイテムですね、僕がいつも提案するような定番的なアイテムよりは少しトレンド寄りのアイテムが多くてですね、まあ、これらをうまく取り入れることができればだいぶ雰囲気変わるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、次のステップに向けてこのようなアイテムをですね、まずは理解をして良いなと思ったら試着をしたりだとか実際に購入しながら皆さんの守備範囲をですね少しずつ広げる一つのヒントにしていただければなと思っています。一応ですね、今回トレンドアイテムの解説ではあるんですが、いわゆるですね最新トレンドとはまた別なんですね。コレクションブランドではこういったものが今トレンドになっていて、このようなアイテムを使うと最新トレンドの着こなしができますよという解説ではなくて、あくまでセレクトショップだとか身近な GU だとかそのあたりでも取り扱いがあって、ベーシックよりは少しトレンド感が漂うようなアイテムですね。このあたりにフォーカスしながらリアルなちょいトレンドアイテムをですね皆さんにご紹介したいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説をしてますので、もし最後まで見ていただいて気に入ったらチャンネル登録や高評価の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね大人のちょいトレンドアイテムをですね皆さんにご紹介していきたいなと思うんですが、まず1点目はこちらですね、スキッパーポロニットですね。これはですね最近ちょこちょこと見かける機会が増えてきたんですが、先ほどもお伝えした通り大人の秋のですね定番アイテムとしてトップスの代表格といえば僕は丸首のニットだと思ってるんですね。まあ、中肉厚であぜ編みのニット、こういったものはですねめちゃくちゃ使いやすくて、この上にロング丈のコート着てもいいし、シャツアウター着てもいいし、ダウンを着てもいいし、本当にね、様々な着こなしにバチッとハマるので、マストアイテムだと思うんですが、まあすでにですね、皆さんも持ってるかなと思うんですが、まあそんな時、ちょっと気分を変えるには、このような襟元のデザインを変えてあげるというのがすごくいいかなと思います。まあ例えば今回のこちらのスキッパーポロですね、ポロシャツのようにですね、襟がついているんだけども、ボタンはないようなスキッパー型になっていまして、まあこういったもの、春夏だったらポロシャツでもあったかなと思うんですが、そのアイテムが秋冬版として、しかもニットと合体したような形でこのようなアイテムが最近では展開されるようになってきたので、このあたり取り入れてもらうとだいぶ印象が変わるかなと思います。特にですねこの顔周りのところですね、ここってすごく印象を大きく左右するところなので、これちょっとトライしてみるのもいいかなと思います。先日グリーンレベル自由が丘店にお邪魔した際にもこちら試着しているんですが、まあ僕が前回来たのはですねライトグレー、まあこの色もすごくいいと思います。明るめのカラーなのでこの上にですねブラックだとかネイビーだとかダークグレーのアウターを着ても重たくなりすぎないので、このような色もいいですし、あとはこのニットポロ自体をダークグレーにするのもいいと思いますが、あとですねこれレッドもあって、僕のオンラインサロンの会員の方がですねこのレッドのスキッパーポロ使ったコーディネートをアップしてくださっていたんですが、めちゃくちゃ鮮度が高くておしゃれだったんですね。ですのでそれぞれのカラーに魅力を感じるので、まあ、このスキッパーポロはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。またこれと合わせてですね、ぜひ皆さんにチェックしていただきたいのがこちらのようなハーフジップのニットですね。これまた襟元がですね高くなっていて、通常の丸首のニットにはないようなまた魅力を感じるようなアイテムですし、トレンド感もほんのり漂うようなアイテムなんですね。まあ、結構ですね10代20代ぐらいの若い世代の中では数年前からですねこのようなハーフジップのニットを着てる方いらっしゃいましたが、まあ、大人世代でもですねこのあたり取り入れてる方も少しずつ増えてるので、まあ、ぜひ皆さんもですねチェックをしていただきたいなと思います。まあ正直このあたりは分かれると思いますね。ニットポロのスッキリ感がいい方と、首元までしっかりあって見せ方にエッジを持たせたい方と結構分かれるかなと思うので、まあ、このあたりのですねちょっと変則系のニットをぜひ皆さんもトライしていただければなと思っています。はい、続いて2点目はボトムス行ってみたいなと思うんですが、こちらにあるようなカーゴパンツですね。
僕が今持ってるのはユニクロ U の今季のですね、パラシュートカーゴパンツになるんですが、このようなカーゴ系のですね、ちょっとこうシルエットはゆったりめで、カラーに関してはオリーブを中心としたようなやぼったいボトムスですね。引き続きトレンド的なアイテムの一つかなと思っていまして、まあ最近はですね、こういったオリーブだけではなくて、様々なカラー展開やって、まあブラックでやったりだとか、まあ素材感もウールでグレー系のものも作っていたりだとか、まあいろんなですね、アプローチでカーゴパンツがあったりするんですけども、いずれも細身のカーゴとかではなくて、やっぱり今っぽさが漂うようなゆったりめのカーゴパンツですね。このあたりは旬なアイテムで、いつものアイテムに加えてあげると、だいぶ鮮度の高い着こなしになるかなと思います。僕は動画の中でブラック系のイージーパンツ皆さんにご紹介することが多いんですが、もうあれはあれでもう殿堂入りしたようなアイテムかなと思うんですが、まあボトムスをこのようなカーゴパンツみたいなものに変えた時には、上半身はブラックだとかダークグレーだとかネイビーのような濃い色ですね。そういったものを合わせてもらうと結構バランスがいいかなと思います。一方でブラックのパンツを合わせた時に上半身にブラックのコートとかだと結構重たい印象になってしまうんですね。なので上半身の色にどんなものを持ってくるかによってボトムスのカラーも変わってくるかなと思うんですが、まあコートとかにちょっと重たいものを持ってきたい時には結構オリーブ系のカーゴパンツが使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあユニクロ U のものもすごくいいんですが、デザイン的には少しエッジが立っているので、あともう一つおすすめしたいのがこちらですね。無印良品のイージーカーゴパンツですね。これまたなかなかバランスが良くて、まあオリーブの中でももう少しグリーン味が深い感じの色合いで、シルエットもゆったりしていて、このあたりはトレンド感も感じるんですね。同じオリーブ系でも色味は変わってきて、個人的にはこのユニクロ U もいいんですが、無印良品のカーゴパンツのカーキなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。これ比較動画やりたかったんですね。ユニクロ VS 無印良品カーゴパンツどっちが最強っていうのをやりたかったんですが、残念ながらですね、僕が欲しい XS サイズがすでに完売しておりまして、ちょっとそれができなかったんですが、これかなり使い勝手がいいかなと思います。カーゴパンツというとすごくカジュアルなイメージが強いかなと思うんですが、綺麗めのロング丈のブラックコートとかそういったもので合わせてもらうと意外とハマりがいいかなと思います。無印良品のサイトではブラック系のシャツアウターみたいなもので合わせていますが、やっぱりこのようなブラックのようなシャープな色だとか、あとはその内側には白 T 着てますが、白みたいな爽やかな色もオリーブのパンツとは相性がいいので、まあ、このような配色さえ覚えておけば結構使い勝手がいいので、ぜひ皆さんにもですね、久々のカーゴパンツおすすめしたいなと思っています。はい、続いて3点目はですね、こちらのようなジャケットですね。まあメンズファッションにおいてジャケットというのは定番的なアイテムですし、一着は必ず持っておくといいですよっていうことをですね、僕もこれまでの書籍の中に必ず書いてきたんですね。とは言っても最近は世の中全体のファッションがカジュアル化の傾向があるので、そんな中で結構ジャケットを着る機会というのが減ってる方も少なくないかなと思うんですね。そうなると結構ファッションの世界ってその反動でカジュアルなものだけじゃなくてちょっと綺麗めなものを着てみたいなっていうですね、逆の流れが起きるわけなんですね。そんな中でまあこのようなジャケットですね、まあ最近ではまた再注目されているんですが、まあ従来のですね、ジャストサイズのジャケットよりはこちらのようにですね、ちょっとこうゆったりとしたサイズ感のですね、ボックス型のジャケットですね。でジャケットにもシングルとダブルみたいなものがあるんですが、まあこちらの写真を見ていただくとダブルになってるかなと思います。ちなみに僕が今着てるジャケットに関してもこちらもダブルなんですね。僕はダブルのジャケットがそもそも大好きで、今ほとんどダブルしか持ってないぐらいですね、ダブル愛好家なわけなんですが、まあこのようなダブルジャケットの方が通常のジャストサイズのジャケットよりもアウター感覚でカジュアルシーンに取り入れやすいんですね。なのでまあぜひですね、皆さんも久々にジャケットを着てみる、だけども通常のビジネスカジュアルで着れるようなジャケットではなくて、少しですね有酸のあるようなアウター感覚で着れるようなダブルジャケット、こういったものがあると便利なじゃないのかなと思っています。こちらでご紹介しているのはスティーブン・アランですね。僕は大好きなブランドなんですけども、結構このブランドは定期的にですねダブルのジャケット展開しているので、すごくですねバランスのいいものを手に入るのでおすすめなんですが、まあ、ぜひ皆さんもですね、ちょっとこうジャケットのスタイル久々にやってみたいなという時にも、いつもとは違ったダブルのスタイルですね、意外と着てみるとそんなに難しくはありません。ダブルというと僕ら世代だとなんかこわもての人が着てそうな、バブル時代のですね不動産屋さん
んが着せそうだなというイメージもあるかなと思うんですが、そんなことは全然なくて、意外と使い勝手がいいです。T シャツの上にさらりと着たりだとか、まあ、バンドカラーシャツの上にさらりと着るだけで結構様になりやすいアイテムなので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、まあ、ちょっと集めてみましたが、デニム系のアイテムですね。これが最近やっぱり増えてきていますね。まあこのようなデニムってトレンドも何も定番中の定番だろうと思っている方が多いかなと思うんですが、そういった定番的なアイテムであっても、まあ割とですね、いつでもあるんですが、流通量としてそれがたくさんある時もあれば、最近あんまり着ないよねっていうタイミングとかが結構ですね、こう大きく分かれるわけなんですね。まあ、ここ最近は久々にですね、デニム熱というところが割と高まってきてるかなと思っていまして、通常のこういったジーパンと呼ばれるようなデニムだけではなくて、その他にもこういったシャツに取り入れてみたりだとか、僕が今着てるようなカバーオールにデニムを取り入れたりだとか、まあ様々なアイテムに派生してデニムというものがですね、割とトレンドの真ん中に来てるかなと思っています。まあ僕ら世代からすると、これはありがたい流れかなと思ってるんですね。10代、20代の頃からデニムに慣れ親しんできているので、まあこのようなアイテム取り入れやすいかなと思うんですが、まあ一つ注意があって、昔から持っていたものをそのまま使ってしまうと失敗しがちだったりするんですね。定番的なアイテムであってもやっぱり時代によって微妙に変化してきているので、今店頭に並んでいるものを買った方が、まあ、バランスよく取り入れることができるかなと思います。まあ一方で随分昔に買った古着のデニムなんかが今にあえてフィットするということはもちろんあるので、それはそれでいいかなと思うんですが、まあ結構稀なケースだと思います。まあぜひですね、皆さん今店頭に置いてあるものでトライをしていただきたいなと思ってるんですが、まあ最近個人的に買ったもので言うと、まあ懐かしのリーバイス501を新調しました。これなんかは今トレンド感のある、ちょっとワイド感のあるボトムスではなくて、まあジャストサイズのですねデニムになっているんですね。まあこういったものをあえて履くことでちょっと旬な感じを出すのもいいと思います。先ほどご紹介したダブルのジャケットですね、このあたりとも相性がいいんですね。まあ先ほど僕が着てたのはデニムのジャケットだったんですが、ダークグレーとかブラックのダブルのジャケットに外しでデニムを合わせるみたいなスタイリングは非常にバランスがいいかなと思います。またはトップスとかアウターにデニムを持ってくるのもすごくバランスがいいなと思ってまして、まあシャツですね、このようなデニム系のシャツに対して先ほどご紹介したようなオリーブのカーゴパンツを合わせてみるだとか、まあそういった着こなしも旬だと思いますし、僕は最近気に入ってよく着ているこのようなカバーオールですね、まあこのようなものをですね、着こなしの中に1点加えてあげるだけでもだいぶですねトレンド感あふれる着こなしが実現できるかなと思うので、まあぜひ皆さんも久々にですね、何か全身のコーディネートの中に1点だけでもいいのでデニム使ってみることをお勧めしたいなと思っています。ただですね、上下でデニムっていうのはなかなか難しくて、セットアップで構成するのはかなり難易度は高いかなと思うので、1点だけに絞り込んで改めてデニムのアイテム皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目は足元ですね。普段であれば僕はスニーカーを皆さんにご紹介することが多いと思います。代表的なのは白レザースニーカー、白のジャーマントレーナー、そしてニューバランスのスニーカー、このあたりまでは皆さんも予想がつくかなと思うんですが、まあちょっとトレンド感を出したいなというところで皆さんにお勧めしたいのが、これもですね、最新のトレンドというわけではないです。ここ数年ですね、じわりじわりと人気は高まってきていて、今ではちょっとこう定番化してきたぐらいのですね、安定感のあるようなアイテムになるんですが、このようなクラックスのワラビーだとか、まあ GU なんかでも似たようなものを売ってますよね。リアルレザーモカシンシューズというものが売っていますが、このような革靴なんだけども、適度にカジュアル感のあるようなシューズですね。このあたりを取り入れられると、旬な雰囲気が気軽にですね、表現できるのかなと思っています。まあ数年前から突如としてクラークスのワラビーですね。これまた昔からあるようなもので、僕もですね、中学生時代に経験したことがあるシューズの一つなんですが、まさか40代になってからまた買い直すことになるとは思いもいらぬ展開なんですが、これがまたすごく人気は高まってるんですね。最近ではちょっと落ち着きましたが、それでもこのゴアテックスバージョンに関してはなかなか入手が困難なので、まあ、見つけたら買っておくのも悪くない選択肢かなと思っています。まあ、先ほどお伝えした通り、最近はですね、ブ
ラック系のパンツだけではなくて、カーゴパンツだとか、あとはブルーデニムだとか、そのあたりも履くことも増えているので、まあそういった時にボトムスがカジュアルなので、それに対してニューバランスのスニーカーだと、どうしてもですね、足元がカジュアルになってしまうので、あまり引き締まらないんですね。なので、ボトムスがカジュアルな場合は、このようなちょっと小綺麗なレザーシューズで引き締めてあげた方がバランスが取りやすいので、まあ一個ですね、このようなモカシンシューズだとか、もしくは先日グリーンレベルでご紹介したようなスウェード素材のローファーですね。このあたりでもいいかなと思います。一足加えてあげるだけで旬な着こなしになるかなと思いますし、またちょっと鮮度が高まるかなと思うので、加えてみるのはいいんじゃないのかなと思っています。ただ、クラークスのワラビーは結構高くて、ゴアテックスのバージョンは3万円超えてきたんですね。これはですね、スニーカーに慣れきった僕自身にはちょっと高いかなとは思いました。なので GU で選んでみるのもいいと思いますし、あとはセレオリで言うとビューティー&ユースだとかグリーンレーベルにも似たようなですね、よりスニーカーライクなモカシンシューズがあるので、まあそのあたりで代用してみるのもいいかなと思います。まあブラック系のパンツに合わせると足長効果があって、それまたすごくいいんですが、個人的には結構ボトムスブラックで靴もブラックだとちょっと退屈に感じちゃうかなと思うんですね。スタイルをよく見せるのを取るのか、もしくはファッション性を取るのかって結構究極の二択かなと思うんですが、個人的にはこのようなシューズはボトムスがカジュアルな時ですね、カーゴパンツに合わせるのが最も最適だなと思います。また今回ご紹介してきたようなジャケットとの相性もいいですし、スキッパーポロとかも相性がいいと思います。さらにはホワイト系のパンツなんかにもハマりがいいので、まあ、一足あると様々な着こなしもしやすいし、通常のストレートチップだとか U チップのシューズよりもさらにカジュアル感があるので、スニーカーの延長線で使えるようなアイテムだし、最新トレンドというよりはちょっとこなれてきたトレンドぐらいなので、まあぜひ皆さんもこの機会にですね、このようなクラークスのワラビーですとかモカシン系のシューズですね、トライをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の男性が取り入れるとちょっと今っぽく見えるようなちょいトレンドアイテム5000ということで皆さんにご紹介させていただきました。どれもですね、最新のバリバリのトレンドというわけではなくて、ここ数年少しずつ売り場でも見る機会が増えてきたかなというアイテムばかりかなと思います。ただこのようなアイテムも実際にリアルにですね、自分の周りに使ってる人がいるかというと、そんなことはないと思うんですね。意外とトレンドアイテムもウェブで見るともう当たり前のように感じるかもしれないですが、リアルなレベルだとまだまだですね、浸透してないので、今取り入れても全く遅くないと思います。むしろ今ぐらいの方が奇抜に見えないし、周囲とのバランスも含めて割と調和しやすいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さん今回ご紹介したアイテムの中で取り入れやすいもの 1,2 個でも構いません。ぜひトライをしながらですね、鮮度の高い着こなしを楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、まあ、今回ご紹介したようなトレンドを意識したような着こなしに関しては、普段の YouTube ではなくて、もう一つ僕が別で展開している YouTube のメンバーシップチャンネルですね。こちらの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ライブ配信もやっています。まあ、皆さんからいただいたご質問に直接する形でですね、ワイワイ楽しくライブやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。まあ、こちらの方ではですね、動画じゃなくて写真と文章をベースにですね、おすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を行っています。だいたい2分ぐらい読めば完結するような記事の分量なので、まあ割とサクッとですね、情報を取りたい方には、こちらのオンラインサロンも向いてるかなと思います。僕の方でも毎日ですね、休みの日であっても更新していますし、あとは僕以外のスタイリストだとか専門家の人もですね、記事を書いてくれています。また、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができて、最近ではですね、コーディネート診断みたいなのをやってるんですね。参加者の皆さんにご自身のスタイリングの写真をアップしてもらって、それに対して僕自身が超甘口で褒めながらですね、あとこの部分変えるとより良くなりますよみたいなアドバイスも行っていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。